桃太郎電鉄シリーズスーパー、桃太郎電鉄2、スーパー、桃太郎電鉄2は、1991年12月20日に、ハドソンから発売された PC エンジニー用コンピューターボードゲーム。同社の、桃太郎電鉄シリーズ第3作目。基本的なゲームシステムは、前作、スーパー、桃太郎電鉄と同様であるが、本作から、 キングボンビーが登場するようになったことや、空港のマスが設置され、海外への移動が可能となった点などを特徴としている。開発はハドソンが行い、スタッフは前作に続き総監督は、佐久間明、キャラクターデザインは、土井隆之、音楽は、関口和幸が担当しているほか、プロデューサーは、ファイナルソルジャーを手掛けた、浦俊治、ディレクターは、 桃太郎伝説ターボを手掛けた、日田雅宏が担当している。1992年にスーパーファミコン、1994年にゲームボーイに移植されたほか、2012年にハドソンを吸収合併して、同社の制作コンテンツの著作権を保有している、KDE から2020年に発売された、テレビゲーム機、PC エンジンミニに、 本作の PC 版が収録されており、桃太郎電鉄シリーズ作品がエミュレーションにより移植される初の例となった。今作より、プレイヤーに被害を与える、貧乏人の変身形態として、キングボンビーが追加され、さらに深刻な被害をもたらすようになった。また、空港のマスから飛行機で向かう、海外駅として、ハワイなどが登場。その他、 新駅が追加され路線が大幅に変更されている箇所もある。他にも PC e 版から SFC 版へ移植するにあたり、細部の仕様変更や新カードの追加が施されている。なお、作者の佐久間明が週刊少年ジャンプ史上で担当していた読者コーナー、ジャンプ放送局の単行本第20巻の巻末漫画において、今作のマイナーチェンジ版として、 95年度版を制作しているとの佐久間の落書きコメントが記載されていたが発売されることはなかったオークションというイベントが収録される予定であったがシステムのわかりづらさのため没となったまたオークションは唯一浦島が登場する予定のイベントだったために PC 版には浦島が登場していないスーパーファミコン版とゲームボーイ版では 目的地抽選画面に、浦島が登場するようになっている。今作では、カードの名前に漢字が用いられていないが、ここでは次回作以降にも登場するカードは、漢字で表記する。は、初登場のカード。太字の駅は、目的地になる駅であり、デラックスまで同じ組み合わせである。ありがとうございます。